アレクサンドロ・アルテミエビチ・ベグザジャンは、アルメニア人のポリシェヴィキ、映画評論家のキリルラズ・ロゴフは孫。1879年9月15日、ロシア帝国エリザベトポリ県、主社で、ホーム管理の家庭に生まれ、地元の名門高等学校を卒業して、キエフリ工科学校の学部で学んだ。学生時代から、社会民主主義運動に関わり、 やがて理工科学校を奉公された。1903年からロシア社会民主労働党の党員となった。1904年からバクーの1905年から南カフカースの党組織で働く。1906年に逮捕されるも同年中に国外に脱走し、1911年に中立ヒ大学を卒業した。同年のパリでのボリシェビキの会議で、 海外党組織委員会の候補に選出され、翌1912年のバーゼル国際会議のメンバーにも選ばれた。1913年9月、イエーナで開かれたドイツ社会民主党の大会に、ロシア社会民主労働党の代表として参加した。1914年にロシアへ戻り、その後再び爆撃で逮捕されるも、1917年の2月革命によって釈放された。 釈放後は、ク雨で食料長官を務めたが、同地で社会革命党員として活動していた弟のルーベントはしばしば対立した。北カフカースでも党活動に従事し、1919年から翌1920年にかけては、東坂カフカース地方委員会で活動。1920年12月12日から1921年5月21日まで。 アルメニア社会主義ソビエト共和国外務人民委員を務め、グルジア民主共和国との間のロリ地方の係争や、東部に駐留するトルコ軍との撤兵交渉で活動。アレクサンドロポリ条約に代わるカルス条約による対トルコ講和に尽力した。九百二十年十一月十一日から百二十二年一月十六日まで、アルメニア共産党中央委員も務め、 1920年12月14日から1921年までは、アルメニア共和国食料人民委員、同年5月21日から11月までは、対外貿易人民委員に就いた。1921年の第10回党大会にも出席し、翌年のジェノア会議でもソ連からの代表に加わった。1922年から1926年まで、 中ドイツ貿易施設団員、1926年から1930年10月まで、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国の人民、委員会議副議長と貿易人民委員、同月30日から1934年11月17日まで、在ノルウェーソ連大使、同日から1937年11月20日まで、在ハンガリーソ連大使なども歴任した。しかし、 大粛清が始まると1937年11月21日に逮捕され、翌1938年8月1日に反革命テロ活動を理由に連邦最高裁軍事参議会によって死刑を宣告され、同日にコムナルカ射撃場で銃殺された。二人の弟、ルーベント、ペトロスも同様に銃殺刑に処された。その後、 ベグザジャンは1956年2月に名誉回復がなされた。ステパナケルトの通りにはベグザジャンの名が付けられていたが2013年に解消された。ありがとうございます。